こんにちは、ムトブログチャンネルです。今日は9月16日月曜日ですね。道の駅全国制覇の旅なんですけれども、全国の道の駅のスタンプラリーに参加してスタンプ全部集めて回ろうということをしています。それでですね、その旅の話の他にも気になった二輪のニュース、バイクや自転車のニュース話題、そして車のニュース話題についても話をしています。今日の話はですね、夏に、いっぱい出てくる蚊の話をします。今年の夏ですね、蚊が少なかったと感じている方多くいらっしゃらないでしょうか。僕はですね、蚊によく刺されるんですけれども、今年の夏はそれほど蚊に刺されることがなく、これで終わりかなと思っていたんですけれども、ところがそうもいかない感じになってきたようです。今年の酷暑の影響で蚊のトップシーズンが9月から10月にかけて訪れるかもしれません。通常蚊は8月あたりに多くなるイメージがあるんですけれども、実は蚊が活動するのに最適な気温は25度から30度だそうで、それ以上の気温になると飛べなくなったり死んでしまったりするため、今年の酷暑で夏の間は蚊も木陰でひっそりと過ごしていたようです。これからですね、秋が来れば気温も下がり、あと秋雨ですよね、雨で湿度も上がります。そうなると蚊が再び元気になることが予想されます。10月下旬くらいまでは蚊の対策が必要になるかもしれません。今週3連休だったですよね。あっという間に3連休終わってしまいましたけど、もう一度3連休やっていきます。アウトドア予定されている方もいらっしゃると思いますけれども、蚊の対策ですね、10月ぐらいまではしっかりとしていかなければいけないようです。蚊はですね、赤外線や温度など複数の要因を頼りに人間を察知します。暗がりでも長袖を着ていても蚊は目ざとく我々を見つけてきます。吸血の蚊ですね、吐き出した息に含まれる二酸化炭素、匂い、嗅覚、皮膚からの熱、体から発せられる湿度などを頼りにターゲットを探しているそうです。普段言われるのは二酸化炭素って言われているんですけども、その他にもこういった要因で熱、体温とかですね、いろんなものを頼りに集まってくるそうです。そういうことでですね、なかなか蚊の対策っていうのは何もしないと、そのまま蚊の餌になってしまうわけなんですけども、蚊に刺されてしまうわけなんですけれども、科学誌ネイチャーに掲載された研究によると、カリフォルニア大学の研究チームが、熱帯シマカという種類の蚊について調査したところ、蚊が温度だけではなく遠赤外線も感知しているということが分かったそうです。遠赤外線も感知しているそうなんですよね。そういうことでですね、人間の吐き出す匂いや二酸化炭素、そして遠赤外線などを探知して、人間に集まってくるというところなんですよね。そういうところで、虫除け対策ですね、虫が嫌がる薬とかを塗っておくといいんですけれども、なかなかですね、汗とかで流れてこまめに塗らないと気がつくと蚊に刺されてるっていうこともあります。そういうのを避けるためにも、皮膚と服の間に遠赤外線が分散する空間を作るためにゆったりと服を着ると、そういうところでですね、遠赤外線を外に放出するっていうのを防止することができて、蚊が、ターゲットとなる人間を見つけにくくなるそうです。蚊に刺されやすい人はゆったりとした服を身につけると防御策になるかもしれません。僕の場合はですね、だいたいバイクでキャンプ場まで行ってテント張って、その間にすごく刺されちゃうんで、最近はですね、テントを設営する前に蚊取り線香を何点か置いて、風上にですね置いて、対策をしたり、蚊よけの薬を塗ったりとかしているんですけれども、それでもですね、気がつかないうちに、塗ってないところとか刺されたりとかしますので、できるだけですね、ゆったりとした服を着たりとか、そういった肌をできるだけ露出しないような感じでですね、蚊の対策していきたいと思います。今日の放送はですね、
これから秋に蚊が増えるかもしれませんという話でした。今日の放送もお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。